ならば踊らにゃ損、踊らにゃ損です、踊らにゃ損、踊らにゃ損です、君と待っていたい、待っていたいだけです、ならば踊らにゃ損、踊らにゃ損です、踊らにゃ損、踊らにゃ損です、心踊れない毎日なんて私気に食わないわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ごまです。それでは今回もですね、ゼロ続きをやっていきたいと思います。これあれじゃない、泉ピン子じゃないの、これ泉ピン子略してる感じがするんですが、まあ11のゼロ、みゆちゃんだねの、お母さんを探す、これみくだったっけな、みく、そうだよね、みくだね。というわけで、まあ、相変わらず、もうそのままのアイテムでいきますけども。みよこ。お母さん、若いなぁ。これはもう、ありえへんでしょう。はい。ユーリを助けたみゆは、固定身を捨てていた、母、ひなさき、あ、みくだよね。あったあったあった。が、ひかみやめにいるということを信じて、その影を追うことを決めたみゆちゃん。だが、母の影を追うには、ゆりが持つ支配権が必要でした。ゆりちゃんと一緒に行こうよ。一人で行ったら危ないって。ちょ、俺と一緒に行く？あの時お母さんの影は墓地の奥に消えた。あの支配権で調べれば何かわかるかもしれない。もう一回借りられないだろうか。どうでしょう。借りてもいいんすけど、まずアイテムあさろう。はーい。まあ特に何にもないわな。いやー、どうやろうな。まあそれやったら、もうね、ゆりちゃんも一緒に行くべきちゃうかな。相変わらずお客さんいねえな。シャイケは、ゆりちゃんの部屋にあるはず。はい。じゃあ行きましょうか。もうゆりちゃんの部屋覚えたわ、俺。もうここだよ。もう行き過ぎて覚えたわ。違うわ。ここひそかちゃんのお家だわ。お家じゃない、お部屋だわ。何が覚えたよね。全然違うかな。じゃあ、こっちはこっち。こっち、こっちちゃうよな。こっちちゃうわ。こっちあれ、ヒゲがさ、監視カメラ見てたとこやんな、確か。ちゃうかったっけ。あ、こっちだったわ。バリバリ間違えてた。相変わらず寝てますけども。確認。少しうなされているようだ。かわいそうに。いやー、寝顔がね。ちょっとうなされてるけど、寝てる格好がかわいいよね。シャイ、これがあればお母さん連れ戻せる。お母さんがそうした時の、どうして？どうして？はい。強い力が必要。え？もうさ。ありえへんよな、これ。これ、知らない人に、これ、はい、何歳ですか？かって聞かれたらさ、25ってか、なってくるよな。これが40歳とか30歳とか、な、わけがないよな。この射撃を使うと、向こう側に近くなった気がした。誰が喋ってんの？あ、俺？ゆりちゃんのノート。射撃の箱だけが残されていた。お母さんが、神隠しにあったのは射撃に消えたから。ちょっと飛ぶな、可愛いから。よし、ゆりちゃんの射撃は相当強いからな。あのヒゲの射撃の数倍強いはずやで。強化してあるから。いや、マジでさ、可愛いよな。信じられへんねんけど。でもまあ、なんか最近こう、若い、ママもね、いるからね。ん？この奥は、お風呂や水回り。行こうよ。って思ったけど、洗濯機ないな。あ、ちょっと待って。すげえ今、敵やと一瞬思っちゃったんやけど。よう、反射したで今。反射神経。こっちは。これ、自分の部屋やったっけ？じゃあ、倉庫や。はるかちゃん
回行ったとこか。はるかちゃんのぬくもり、もうまだ言ってますよ、はるかちゃん。いやマジはるかちゃんね、いやほんまにいなくなったんかな。なんて言うんだろうな、みんなそれぞれ推しとかなんとかかんとかあるやんか、こう自分の好きな、まあなんかね推しとか、うん、まあ俺あんまりそういうのをね興味ないタイプなんやけども、なんて言うんやろうな、はるかちゃんにとって、あ、俺にとってはるかちゃんもそのいわゆるみんなが言うところの推しなので、ちょっといなくなるとね悲しいですね。あ、こっちは2階や。特に監視カメラ覗けたりはしないのか。いや本当にね、僕もね仕事柄ちょっとまあ主婦の方とねお話ししたりするんですけれども、たまにね20代、まあ俺と同い年かなぐらいのね年のお母さんまがねいらっしゃって、で子供に年を聞くと、子供に年を聞くと、え36やでみたいな、ほんまかどうかわからないんで、子供がまたね間違った記憶で言ってるのかもしれないけど、まあだとしてもよ、まあ30ありゃ30言ってたとしても、ちょっと父がロケット父やな、こいつロケット父。まあ30前半だとしても、これはねもうおかしい。このねみゆちゃんのお母さん、みくちゃんってか、まあみくさんだね、みくさんはねおかしい。もう一回確認する？信じられへんよな。収集物。じゃあ写真かな。あれ、こっちか。メモではないよな。どこにある？だいぶ遠いな、これ。あ、あったあったあった。写真が見たい。写真。すいません、写真が見たいっす。あれ、写真ないんかな。ごめんね、カン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 うるさくてごめんな。あー、これやな、多分。これ誰なん、ほんで。バリ可愛いねんけど。あ、これや、これ。可愛すぎ、ね、これが30代だとして。いや、だって、みゆちゃんが、まあ、18だとしようや。仮に。押したら、まあ、最低16足すから、まあ、34でしょ？ありえなくね？なわけないやん。これが34歳やったらもう、化け物やで。申し訳ないけど。はい、いつも通りこっちは行きますよ。あ、ごめん。もう今音声がちょっと、マイクに手当たっちゃった。いや、マジでね、それはちょっと、犯罪的。まあ、いつも通り、清めの火と、回復薬と、フィルムやな、右側。もう覚えたぞ。もう24フィルムやろ、ここ。もう覚えてるからな。あ、間違えた、ごめん。はい。立て。手くんのかな？あーん、ギターン。はい。ちょっと油断した。ちょっとだけ油断した。でもね、あ、14式フィルムか、間違えた。正直今さら来たところでも焦るっていうことはなくなってきた。だんだんともう手が来ても、あ、はいはい、もう手つなぐのねみたいな、そんな感じで慣れてきました。まあ慣れっていうのはね怖いもんですよ。あれ、こんなところにアイテムあったっけ。なんかまた新しくアイテムだね。で、ここが、60式フィルムかな。確か60式。14式やったわ。これじゃアイテム持てない。ちょっと、キリよく持てへんの？ 24 やろ？何枚か取ろう。あと2枚ぐらい取ったらいいか。じゃあ、これでいけるわ。え、じゃあ。これで足して、これで足したら99枚になるから、
ギリ拾えるんじゃないか。調整。オッケーオッケーオッケー。よし、いいだろう。あれ、ちょっと待って、なんかアイテムじゃないわ、光ってるだけだった。完璧なアイテム調整をしたところで僕の方に行きましょうか。またあの墓荒らし、ウーバーと戦う羽目になるのかな。はい、いいよいいよ、フィルムいっぱいあるから構ってあげるわ。こっち来い、ほら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 、こっち来い、ほら、おい、はよ、はよせで、お前、おいおい、女の子を待たせるんじゃないよ。はい、吸います。ここで吸収からのもう一枚いける、ギリギリオッケー。さてと、やりきったか。はい、触りまーす。はい、溶けて溶けて、よしよしよし、楽勝。まあ無視ってもね、全然良かったんだけれども、もうフィルムいっぱいあるし、もう存分に戦ってポイント集めましょう。前回が SS ランク取れたんで、 S の上が1個あるとは思わなかったね。まさかの SS があるとは。さあ、いつも通りこっち側に行って、ゼロ式フィルムと、ゼロ式フィルムだけやったっけな、こっち側。この右側にね、ゼロ式フィルムがあるんで回収していきましょう。いいっすね。手出るんで警戒していこう。あ、濡れ濡れ状態だと手が出るんで OK、 出ない。そしてここはね、もうこっち入れないんで直接上に上がっていきます。あのね、一回やってるわけじゃないねんで、もう何回も何回も通ったか覚えてるだけやろ俺が。全部初見プレイなんで。お母さん、お母さん若すぎる。ちょっと近くで見てみたい。もっと近くで見てみたいよね。じゃないとちょっとどんな感じなのかっていうのがわかんないからね。で、ここにもアイテムが、あ、今回はないんや。オッケー、じゃあこっち行きましょう。果たしてあと何章あるのか、その辺もちょっとわからん状態なんで。あー、はいはい、この人ね。え、倒せるよ全然、落ち着いていけば倒せるから全然。で、問題は2体いるということよ。やばい、右に落としてる。マイスった、授与式、授与式間に合え、しまった、これはやばい、やらかした。カモーン、ナイス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 。さあ、これで左右分かれていく。オッケーオッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーじゃない。いや、これは落ち着いて、オッケー、入ってる入ってる入ってる、急所急所急所、オッケーオッケーオッケー、入ってる入ってる入ってる、だいぶ入ってるよ。さあ、ロックオンするまでもないぞこいつら。なんかまずいまずい、こっち来る、トロガンならばこっち、こっちを優先。1枚取って、溜まってくれ。よし、来てる。いやー、ギリギリ間に合わない。オッケー、入った入った入った、これ入った入った、オッケー、入ってる入ってる。さあ、これは溶けるが、溶けてる溶けてる。あ、なんかまたおんの。いや、本体ぶっ倒したから、あいつの炎がね、敵の判定を下す弾みたいなのを出してくるから、それに惑わされちゃダメ。別にダメージ自体は食らわないのでそこまで焦る必要はないかな。てか最近あのジジイ出てきてへんな、巫女さん、巫女さん殺しまくってるジジイ。最近出てくるのがあの火飛ばしてくる遠隔操作型のスタンドと墓荒らしばっかりやな。ここはね、墓荒らしが怖い。何にせよ墓荒らしが多い。みゆちゃんもここ2回目やからな。正直もう慣れっこやろ。またここだわ、みたいな感じやろ。はい、はい、はい。よし。どうしよう。またこっち行く？どうしよっかな。なんかいつも同じところから行ってるから、ちょっと反対側から回ってみる？あ、回れへんわ、回れへんわ。
いきなり、あーやばい、しくった、やばい、ひか、回避。さあ縦で、縦で勝負していく。さあ前に詰めて、前に詰めて、これワープしてくるよ。あー避けられるか、バック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 ステップバックステップ、ちょっと近い、こいつは結構襲ってくる頻度高い。いやーこれはちょっとやらかした。あー落ち着いて落ち着いて、ここでここで OK、 連射連射連射、落ち着いて、これは抜けていこう抜けていこう、相手との距離感が近すぎる。さあしっかりロックオンして、さあ来るよ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 。このミコさんは結構ハングリー精神高いからね、ハングリー精神が高いからこそしっかりとロックオンして狙っていく。さあ来るよ来る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 、落ち着いて落ち着いて、大丈夫大丈夫、こういうタイプのミコさんには慣れっこやろ。ちょっと長いわ、一回取るわ、ごめん、我慢できんわ。 OK、 もうここ行く行く行く、まずい、回避からのもう一回回避。さあこれはもう一発来るんじゃないか。あれれれれれれ、何を見せたらいいんですかね。おっぱいですか、おっぱいですか、どこ見せたらいいんですか。よし、ぶっ倒したか、ぶっ倒した、はい、ちょっと触りますね。いやー思ったよりダメ、なんて、あー見えない、あーあのジジイに目あれやんな、こそぎ取られたやんな、こそぎ取られたというか、くり抜かれたというか、潰されたというかね、ほんまにかわいそうな。あれもまあこうやって見るとなんか若干お母さん感あるよな、なんか髪の結い方がお母さんっぽいよな、わかるかな、髪の言い方お母さんっぽいよね。どうするこれ、裏から回っていけるけど、行ったところでなのよね、これ反対側やから。はあーだるすぎそれ。あ出た出たこいつ、さて先手必勝、どんどん取ってくよ、やばいこれはかわすしかない。 OK 取る、いやーこれ食らってない、吸収するか、仮面剥がし、ロックオンかける、近づいてくるところをしっかり狙って、連射連射連射、これ吸うよ吸うよ、もう一回体力回復。さあこの瞬間、この瞬間もうどんどん攻める、あいいねいいね、だいぶ入ったんちゃう、多分やった、あやったやった、鬼の方、鬼強いねんけど、まさかのノーダメージ、なんやったらちょっと回復までできたんやけど、美味しすぎる。もうミュウちゃんあれやな、ゴーストバスターですよ。さてこっち側はアイテムはあるのかないのか、どっちなんだい、あるね、ちょっと取りに行こうか、アイテム、こっち側のアイテムはなさそうやな、あ、あるな、あるわあるわ、なこっち側にあんねん。そう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 。60式やったっけな、これ。あー、残念でした。ほんと甘いね。あ、0式なんや。やば。まあ、何度も言います通り、濡れ濡れ状態の時は、もう手が、もうね、セクハラ絡みが多いから、警戒心高めよ。ちょっとね、気持ちが分かってきたわ。セクハラされる側の気持ちが、まあ、俺しないから分かんないんだけどね、しないしするやつはもうゴミやと思ってる。お前のことやぞお前、このゴーストハンド、ほんまにな、お前は許さん。いやマジでね、ちょっともう痴漢とかね、電車でよく話するじゃないですか、まあ、カメラつけろとまでは言わないけれどもね、なんて言うんやろうな、なんかで男性専用車両、女性専用車両を作るっていうよりも、もうその車両ごとに分けるよりも、なんかそのもうちょっと別の方がねあると思うんすよ。どこや、ウーバーイーツやな、これウーバーイーツや。さあこれ近づいてきたところ狙おうか、今回は来るやろ
来るね。オッケー、もうここで行こう。攻めろ、攻めるよ。さあ吸うよ、一旦吸う、一旦吸う。でもうどんどん攻める、前出て前出て。さあ吸って吸って吸って。いやーこれあんま吸えなかった。体力はだいぶ削れたはず。まずい、危ない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 。オッケーオッケー。いやー俺の体力の糧となってくれ。配達お疲れ様。たまにさ、ウーバーイーツでさ、あの配達してる人外で見るんやけどさ、なんていうのな、なんか不衛生やんな運び方がって思う。まあ、真面目にやってる人もいるんやけどさ、あえー、そうじゃない人も結構いてさ、バイク、この前なんかさ、バイクで、あの原付のバイクで、でカバン背負うというかね、なんつったんやろな、背中が蒸れちゃうから背負うと。すんごいこうファ、あのベルトの部分を超緩くして、すげえ斜め、カバンを斜めにして原付で走ってたんよ。それどうなんて思いません？なんか別にさ、蒸れちゃうのは分かんねんけど、あれこれ相手大丈夫なの？絶対こっちちゃうやろ。あ、絶対こっちちゃうやな。もしも食材運んでるとしたら、その斜めになってる状態で原付ガンガン運転するのどうなんていうのはね、あの私思いましたね。もうちょっとね、あのちゃんとつったあれだけど、こう責任を持って運んでほしいかなと個人的には思いました、その時は。これはどうやったら取れんのかな。まあええか、まあ、正直フィルムいっぱいあるしな。71あるから大丈夫やな。こっちかな。あ、こっちこっちこっち。これこっち間通れるかな。あ、間通れへんか。ごめんなさいね、これちょっと移動がもたついてて申し訳ないです。はいはいはい。多分こっち側から取れんちゃう。まあまあ一回か。もうフィルムいっぱいあるしな。ゼロ式とかやったら欲しいけど、まあでも結局ゼロ式使ってないっていうな。あ、こっちやな。こっちからいけるな。全く意味ないよな、拾うだけ拾って全く使ってないゼロ式。61式か。さあアイテムもう全回収、これはもうハイスコアでしょ。まあもうね、最近はハイスコア狙ってってます。もう露骨に一回 SS 来たからね、なんかそれが一回来てくれるとやっぱり嬉しい。スコアも狙っていきたいよね。もう今さ、あのイヤホンのさ紐がさ、あの腕に絡まったんよ。めっちゃビビったんやけど、やめてくれる？ちょ、俺お化けよりも今虫の心配をしてんか。はい、よく避けた。いやー、どこ触ってんのお前。これぞお前、しばきますぞ。変態やろ、許さん。お前みたいなやつがな。おれせこらよるの、おれ潰す。 OK、 潰した。これはもう確実にやった。はい、お触るよ。セクハラ潰すとか言いながら、俺多分セクハラ発言めっちゃしてるけどな、このゲームでな。信じられへんぐらいセクハラ発言しますけど、まあそれとこれとは別ということで都合のいいように解釈していきます。あーもうほんまワイヤービビるからやめてほしい。 いやほんまにね、この前あの高校野球見てて騒いでたら、もうゴキブリとムカデが天井からポロッと落ちてきて、マジで焦ったよね。ほんま嘘でもなんでもないね。あれ塞がってたはず。この奥にお母さんが。お母さん救えるかな。
すごいな、ここ。ゆいの家かな。わからんけど。結びの家かな。結びの家っぽいな。はん、家に入るお母さん。結びの家に入るお母さん。やべ。喉が開いてきた。ちょっと喉が開いてきた。あのね、なんで喉が開いてるかっていうとね、何も飲んでないからです。お母さん残した髪切れ。私は、残された ?4 年前私はミーを授かった。でもこの子を残していかなくてはならない。私はもうすぐ終わる。終わりが近い。死ぬ時は一人だ。一人で終わる。私は遺言してしまった。4年前、今、ほんまに何歳?ですね。みゆちゃんが18歳だとしますよ。もう一回言いますけど。で、4年前ということは、まあ、16足して34でしょ?で、それに4プラスするから、38歳?ありえへん、絶対うせん。これがアラサーなわけがない。信じられん。絶対うせん。失礼しまーす。こっち奥?はい。失礼しまーす。はい、捕まれてるー。シャラップ。ちょ、もうさ、使っていいかな、日。めんどくさい。また濡れんのかな、これ。家の中やし、もう濡れへんか。ちょっと、使います。いちいちちょっと手の警戒しながらやるの、非常に厄介なので、ちょっと一回、清めの日使います。頼むし、あまり広い感じでないでくれー。あ、ババー、くそ、ババー取れんかった。あのば、あ、プレゼントや。プレゼントボックス。強化レンズ縛り。撮影した霊体の動きを一時的に停止することができる。あー、ザ・ワールドみたいな感じ。時計を止まる。別に使わなくてもいいかな。あ、そうや、強化しとくか。もう本体固まってるしな。充填の強化しましょうか。で、出力も強化。換気はまあこのままいきましょう。よし、で、強化レンズの強化もしましょう。あ、これか。これを強化して、予備 20% ってやばくない？熱も結構鍛えられるな。スーモーキー強化しようか。よし、オッケー。かなり強いんですけど今。これは勝てる。